2022年12月に配信規制が解除され、配信界隈を賑わせた弾丸論破。今回はその弾丸論破シリーズをナンバリング作品、スピンオフ作品ともに全て解説するよ。ちなみに作品は発売日順で紹介していきます。配信で弾丸論破に興味を持った方もこの動画を見てぜひ弾丸論破シリーズをプレイしてみてほしいです。それではまずは記念すべき1作品目です。弾丸論破、希望の学園と絶望の高校生。本作は2010年11月25日にスパイクから発売された。希望が峰学園。それは超高校級の才能を持つ現役高校生のみが入学でき、この学園を卒業した者は人生の成功が約束されると言われている名門校。超高校級の幸運として入学が決まった苗木誠だったが、迎えた入学式、その門をくぐると、そこは希望の学園から絶望の学園へと変貌していた。突然現れた熊の形をしたぬいぐるみのような謎のキャラクター、モノクマ。苗木誠含む入学式に集まった新入生15名を前にモノクマはこう宣言する。お前らには一生、この学園内だけで共同生活を送ってもらいます。突如として学園での監禁生活を強いられた超高校級の才能を持つ生徒たち。ただしたった一つだけ、この監禁生活から逃れることのできるルールがあった。それは、人が人を殺すこと。殺人を犯し、かつ犯人として特定されなければその者は学園の外に出れるのだとモノクマは言う。果たして最後に生き残るのは誰なのか。この学園の謎を解き明かすことができるのか。絶望の学園で希望の高校生たちによる殺し合い学園生活が今、始まる。というのが本作のあらすじ。発売当初は知名度も低く、注目度も高いとは言えなかったものの、ネットや口コミで評判が広まり、今では日本だけにとどまらず、海外にも多くのファンを有する本シリーズ。特に焦点を当てたいのが本作のジャンル名、ハイスピード推理アクションの要である学級裁判。殺人が起きた際にその犯人を見つけ出すため、生徒全員で行われる議論の場である学級裁判での、相手の発言の矛盾を言葉の弾丸でうつむく爽快感は、本シリーズでしか得られないものと言えるでしょう。また、予想外な殺人の被害者や犯人、学園の秘密や黒幕の正体など、プレイヤーに驚くと感動を与える衝撃的なシナリオも本作の評価を上げる大きな要因となっており、他にも超高校級の才能を冠するキャラクターたちも強烈な個性を持ったものが多く、予想外なシナリオや個性的なキャラクターもファンに愛されたゆえんでしょう。2013年にはアニメ化がされ、2014年には舞台化もされた弾丸論破無印。ですが、弾丸論破の勢いはここでは終わりません。ここからの解説は無印のネタバレを多少含みますのでご了承ください。まだ1を知らないって方は今すぐこの動画を閉じて実際にプレイしましょう。続いて紹介するのはこちらの作品。弾丸論破ゼロ。こちらはナンバリング作品のシナリオを担当している小高和隆氏による小説で、前編が2011年9月15日に、後編が同年10月13日に発売された。本作品は江ノ島純子による殺し合い学園生活が行われた1の前日談にあたり、人類史上最大最悪の絶望的事件が起きるより前の希望が峰学園が舞台となっている。登場するキャラクターもほとんど1とは異なり、主人公も苗木誠ではなく、音無し良子という女子生徒を中心に物語が展開していく。音無し良子は覚えたことをすぐ忘れてしまう体質、という問題を抱えており、ある意味普通寄りであった前作の主人公である苗木誠とは異なり、個性的な特徴を持ったキャラクターとなっている。シナリオも本シリーズ名物であるどんでん返し的な展開となっており、1をプレイした方にはぜひ読んでもらいたい作品です。また、後述する弾丸論破2の伏線と呼べるような描写もあり、弾丸論破シリーズに欠かせない一作となってます。スーパー弾丸論破2、さよなら絶望学園。こちらの作品はタイトルの通り、1から続くナンバリング作品で、2012年7月26日にスパイクチューンソフトから発売された。本作の主人公日向はじめは、憧れていた希望が峰学園の待ちに待った入学式に出るために学園を訪れた。はずだった。そこには一つの扉。扉を開くとそこは教室になっており、日向と同じく入学式のために学園にやってきたという16人の高校生がいた。16人の生徒はこの状況を不思議に思いながらも担当の先生や入学式の連絡を待っていると、そこに現れたのはウサギの形をしたぬいぐるみのような謎のキャラクター、ウサギだった。するとなぜか教室がたちまち姿形を変え、生徒たちの目の前に広がったのは青い空と青い海だった。舞台は1の学園内からは打って変わり、開放感あふれる南の島、ジャバボック島。そしてウサギは16人の新入生たちを前にしてこう宣言する。皆さんにはこの島でドッキドキ修学旅行に参加してもらいまっちゅ。入学早々に始まった南国の島での修学旅行。
日向は自分の超高校級の才能が何だったか思い出せないままであったが、このおかしな状況を受け入れ、修学旅行を全力で楽しむことを決意した。しかし、突如として青い空は黒く分厚い雲で覆われ、白と黒のツートンカラーで熊の形をしたそいつはこう言った。これからお前らにはこの島で殺し合い修学旅行をしてもらいます。ここまでが2のあらすじ。窓から外も見えず、日光も当たることができないほど閉塞感のあった1とは打って変わり、南国の島が舞台の2は、サイコトロピカルがテーマとなっている。また、このスーパー弾丸論破2はシリーズの中でも最高傑作との呼び声も少なくなく、さらに2021年に電撃オンラインで行われた全作品を対象にしたキャラクター人気投票でも、5000を超える投票の中からトップ5のうち3名が2のキャラであったりと、2はシリーズの中でもかなり人気の高い作品であることが伺えると思います。システム面に関しても1と比べてさらにパワーアップしており、主人公の発言に反論してきた発言を切って議論を発展させる反論ショーダウン、スケボーに乗った主人公を操作するロジカルダイブといった新要素が追加されている。シナリオ面では、現状言える範囲でも、なぜ1のラストがあったにもかかわらず、2でまたモノクマが現れたのか、主人公が思い出せない超高校級の才能の正体は何なのか、そしてどこかで見たことがあるような新キャラクターなど、面白い謎や要素がたくさんあるので、まだ2をプレイしたことのない方にはネタバレを踏まずにプレイしてほしいです。また2をクリアすると特典として1の F ストーリーである、弾丸論破1というサウンドノベルをプレイすることができます。スーパー弾丸論破2は現在、PS4 やビータで出ている1-2 リロードや、Nintendo Switch で出ているトリロジーパック、iOS、Android 版や Steam でもプレイすることができます。弾丸論破キリギリ。この作品は1で登場したキリギリ教皇物語の主軸とした外伝小説で、2013年9月13日に第1巻が発売され、2020年6月17日に発売された第7巻にて完結した。物語は基本、16歳の素人探偵、サミダレユイ視点で書かれ、中学生時代のキリギリ教皇と共に、謎多き組織、犯罪被害者救済委員会が企む連続殺人事件に挑むという話。筆者は弾丸論破 V3 のミステリーを担当した本格ミステリー作家、北山武邦氏。そのため、弾丸論破のスピンオフというだけでなく、一つのミステリー小説としても楽しむことができます。また、キリギリ教皇の中学生時代を描いた作品ということで、彼女の過去の一編にも触れることができ、特に教皇の父である希望が峰学園学園長のことや探偵業を通うとするキリギリ家、そして、第6章で教皇が明かした手袋の下に隠すひどい火傷の跡、この傷を負った原因となった未熟だった頃の事件が語られます。なぜ彼女は傷を負ってしまったのか。一体何があって彼女はまだ未熟だったと自らを戒めたのか。弾丸論破のスピンオフとしてかなりおすすめな一作です。絶対絶望少女、弾丸論破アナザーエピソード。こちらは2014年9月25日に発売されたプレイステーションビータ専用でゲーム作品。従来のような推理要素の強いゲームシステムとは打って変わり、ステージに現れる敵を狙撃するシューティングアクションのようなゲームとなっており、公式からは言霊アクションとジャンル付けされている。本シリーズのコンシューマ向けタイトルとしては1、2と続いて3作品目、ストーリーの時系列については2のネタバレを含むと判断したため、ここでは語りません。1の後の物語とだけ言っておきます。この絶対絶望少女は1の主人公だった苗木誠の妹である。苗木小丸を主人公とし、小丸はとある理由から深川透子と行動を共にすることになる。プレイヤーはこの苗木小丸を操作して襲いかかる敵、モノクマを覚醒器型ハッキング銃を使って言霊を放つことで攻撃していく。困った時はジェノサイダー賞を呼び出して爽快に敵を一掃することも可能。また、覚醒器型ハッキング銃は様々な言霊を放つことができ、特定のものを動かすことができる動けや、モノクマを踊らせることで自分に注意を向かなくする踊れなどの計8種の言霊があり、これらを駆使してステージを攻略していくパズルゲーム的要素も存在する。この作品も弾丸論破らしいストーリーとなっていて、シリーズに欠かせない作品となっているので、弾丸論破シリーズにハマった方にはぜひプレイしていただきたいです。ちなみにクリア特典で絶対絶望はがくれというサウンドノベルが遊べます。現在はビータ以外にも PS4 版や Steam 版が存在します。弾丸論破トガミ。この作品は2015年11月27日に上巻が発売され、2017年2月15日に発売された下巻で完結している。上、中、下の3巻で構成されたスピンオフ小説。タイトルの通り、1で登場するトガミベクヤにスポットを当てた作品で、物語の時系列は1より前。
世界を終わらせた人類史上最大最悪の絶望的事件が起きる直前であり、希望が峰学園シェルター化計画が噂され出した頃の話。本作品では弾丸論破キリギリと同じく戸上視点の物語ではないのだが、戸上白夜というキャラクターをとても魅力的に描いている。本編の1ではかませメガネとファンや作品内のキャラからいじられるほどバカにされていた戸上だったが、この弾丸論破戸上ではそんな彼が見せるラストでの彼の格好良さに感動を覚えるべきとなっている。またこの作品には戸上白夜に関する超重要な情報が用意されていたり、ファンや2の一部のキャラも登場するので、ファンなら読んで損はない作品と言えるでしょう。弾丸論破ガイデンキラーキラー。本作は別冊少年マガジン2016年4月号から連載されていた全3巻の漫画作品。この弾丸論破ガイデンキラーキラーは弾丸論破のスピンオフの中でもかなり異色な作品で、なんとこの作品は弾丸論破のスピンオフ作品として発表されないまま連載がスタートした。最初はキラーキラーというタイトルで連載が開始され、普通の新連載漫画として掲載されていたが、第3話のラストにて突如モノクマの壁画が登場したり、希望が峰学園での殺し合い学園生活について語られたりなど、3話以前の物語が1での殺し合い学園生活が起きた後の外の世界の物語であったことが明かされた。本作のストーリーは、とある機関に所属するオリジナルキャラクターの聖原拓海と浅野美咲が猟奇的殺人事件を追うというもので、主人公の聖原拓海のルは殺人事件を追う警察官のような存在であるものの、殺人鬼を殺す殺人鬼キラーキラーでもあり、そんな麻薬の二面性を持った男を主人公として描かれる作品。時系列としては後述する弾丸論破3の直前の物語として描かれており、そのため3に登場するキャラクターが多く登場するスピンオフ作品となっている。人類史上最大最悪の絶望的事件によって世界の治安はどうなってしまったのか、絶望に落ちた弾丸論破の世界の一端を知ることができる作品となっている。弾丸論破3、ジエンドオブ希望が峰学園。この作品は1、2の続編として2016年7月にテレビアニメとして放送されたシリーズ3作目のナンバリング作品。希望が峰学園シリーズ最終章として満を持して登場した本作だが、この3の最大の特徴は、未来編と絶望編の2部構成となっている点にある。未来編は、成長した苗木誠を再び主人公とし、新たに始まった殺し合いゲームの行方を描いた最後の物語。絶望編は、2のキャラに焦点を当て、弾丸論破0よりも前の希望が峰学園を描いた序章の物語。最も遠い時間軸で描かれた2つの物語は、それぞれ独立でストーリーが構成されているものの、シナリオ原案の小高氏は1話ずつ交互に視聴することを強く進めている。実際にこの2つのシリーズは同時期に放映されていたため、1週間に2話分楽しむことができ、他のアニメでは味わえない体感を得ることができた。最終的な作品の評価に関しては賛否あったものの、個人的には話数が進むたびに視聴者の評価を大きく変えていった。ボクサーというキャラを生み出しただけでこの作品に価値があると思っています。また、1や2はもちろん、絶対絶望少女やゼロのキャラも登場し、シリーズを締めくくるのにふさわしい作品になっていると思います。余談ですが、3のブルーレイボックス第3巻にはキリギリソーという PC ゲームが付属している。名前の通り、イニシエのサウンドノベル音切りソーのパロディ作品であり、ジャンルはホラーサスペンス。プレイヤーは学生の主人公として、キリギリ京子と共に洋館の謎を解き明かすことができるのか、といった内容となっている。ニュー弾丸論破 V3、みんなの殺し合い新学期。2017年1月12日に PS4、PS ビータにて発売され、現在存在するシリーズ作品の中で最後のナンバリング作品。1のサイコホップ、2のサイコトロピカルに続き、本作のテーマはサイコクール。タイトルが V3 なのはアニメの3と区別するのと同時に、ゲーム作品としての3作目という意味を残すためである。希望が峰学園シリーズ最終章であるアニメ3放映開始から約半年後に発売された V3 は、世界観が一新され、今までの作品とは独立した新シリーズとなっている。赤松楓が目を覚ますとそこは知らない教室だった。同じ教室にいた生徒に聞くと、彼も赤松と同じ状況のようで、彼との会話から、無理やり車に乗せられ誘拐された事実を思い出した。それは彼も同じらしく、現状を調べるため教室を出るとそこには巨大なロボットが、ロボットに襲われ、逃げた先の体育館に入るとそこには全員バラバラの制服を着た16人の高校生がいた。なぜ特別な才能や能力のない自分たちが、こんな大規模な誘拐に巻き込まれたのか。そんなことを話している時に先ほどのロボットを操縦していた5人組、モノクマーズが登場。変哲もない普通の高校生たちを見た5体のぬいぐるみは、
最初の記憶が無駄だった、と焦り出し、高校生たちに奇抜な服を着せ、これで素晴らしい才能を思い出させてやると言って、謎のライトで高校生たちを照らした。赤松楓が目を覚ますとそこは知らない教室だった。なぜ自分がこんな教室にいるのか、どうやって来たのかさえ思い出せない。同じ教室にいた生徒に聞くと、彼も赤松と同じ状況のようで、二人の唯一の共通点は、超高校級の才能を持ち合わせていることだけだった。そして体育館に超高校級の才能を持った16人の高校生が集まると、シリーズおなじみのモノクマが現れ、こうして、巨大な檻で囲まれた最終学園にて、新たな殺し合いが始まる。ここまでが本作のあらすじ。今回の舞台は最終学園という巨大な檻で囲まれた謎多き学校。主人公は超高校級のピアニスト、赤松楓。ピアニストとして冴えた耳を使って、議論で飛び交う言葉を聞き分け矛盾を論破する。公式から嘘がテーマであると発売前から公表されており、本作では新システム、偽証を使って自分の言霊を嘘玉に変えることで、あえて嘘をつくことで自分に有利な議論へ進展させていくことができる。他にも V 論破、発掘イマジネーション、ブレインドライブ、そして3人の発言を一斉に聞き取りその中に潜む矛盾を打ち抜くパニック議論に、2つのチームに分かれて意見をぶつけ合う議論スクラムなど、前作と比較して学級裁判は大幅な進化を遂げている。また、作中で起こる事件に関しても弾丸論破キリギリを書いたミステリー作家、二山武邦氏が担当しており、より本格的な推理を楽しむことができるようになっている。しかし、肝心のシナリオに関しては、主に結末に関してシリーズ1の賛否両論を生んでおり、本作を神作品と称賛する声もあれば、打作だと批判する声もあるほどプレイヤーの中で議論を生んだ作品となっている。こればかりは自分でプレイして確かめてほしいです。また、本作の初回限定版では、オリジナルアニメ、スーパー弾丸論破 2.5、駒枝凪人と世界の破壊者が同梱されており、普通の人気キャラ駒枝凪人を主人公とした話をアニメで楽しむことができる。V3 は現在、スイッチのトリロジーパックや iOS、Android 版、Steam でもプレイすることができます。最後に紹介するのはこちらの作品。ハッピー弾丸論破 S 超高校級の南国サイコロ合宿。本作は2021年11月4日に Nintendo Switch で発売された 1,2,V3 がセットになったトリロジーパックに同梱されている作品。元は V3 のおまけモードだったものに、新規書き下ろしイラストや新イベントなどの新要素を追加して一つのソフトにパワーアップした本作。メインモードであるボードゲームでは、2のジャバボック島を舞台にして、1,2、絶対絶望少女、V3 に登場するほぼ全てのキャラを使った育成ゲームができ、フルボイスではないものの、作品感を超えたキャラクターの会話やイベントを楽しむことができるのが本作の一番の魅力となっている。他にも育成したキャラを使ってウェーブ形式のバトルができたり、ソシャゲ的なガチャが存在し、弾丸論破のキャラクターをもっと楽しみたい方におすすめしたい作品となっています。スイッチはもちろん、他にも iOS、Android 版や Steam で単体でのダウンロード購入も可能です。10年以上の歴史がある弾丸論破。果たして V3 に続く方の発売は今後あるのかどうか。それは開発陣のみぞ知るところですが、今年の6月30日には、弾丸論破スタッフによる最新作、レインコードが発売されます。特殊な能力を使える超探偵を中心に巻き起こる殺人事件を解決していく推理物ということで発売が待ち遠しい限りです。まあそれはそれとして、弾丸論破の新作も出していいんやで。というわけで、ここまで見てくれた方ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。